マーセル・オズナ・アイデル・フォンゾは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴと区別区出身の、プロ野球選手。ウトウ右ギ MLB のアトランタ・ブレイブス所属。愛称は、ザビック・ベアー。2008年2月15日に、フロリダ・マーリンズと契約を結んだ。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・マーリンズで、プロデビュー。2009年からは、アメリカ本土に渡り、 ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズでプレーした。2010年は、A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズでプレーした。2012年11月20日に40人枠に登録された。2013年は、A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツに4試合出場した後、A 級ジャクソン・ビル・サンズに昇格した。4月30日に、ジャンカルロ・スタントンの故障者リスト入りに伴ってメジャーに、 初昇格を果たした。同日のニューヨークメッツ戦でジェレミー・ヘフナーからメジャー初安打を放った。最終的に70試合に出場してだ。マイナーリーグでは2010年から2012年に3年連続で20本類台上を放った。2014年は中堅守のレギュラーに定着して153試合に出場。 出場時愛数を超える164三振を喫したがすべて前年を上回る打率。269、23本塁打、85打点を記録した。2015年も中堅のレギュラーとして開幕を迎えたが本塁打がなかなか出ない試合が続いた。さらにインターリーグあたりから失速し始めると2割8部台、あった打率が2割3部台まで低下。 7月にはマイナー降格されるなど、打撃不振に陥った。約1ヶ月以上も昇格されずに、トリプル A 級ニューオーリンズゼファーズで33試合に出場し、メジャー最昇格を果たすと、最終的に打率は、259まで巻き返したが、本塁打は10本止まりだった。マイアミマーリンズ時代2016年は4月こそ、低調だったものの、5月に月間打率。 416と調子を上げ、前半戦で打率307、17本塁打を記録した。また選手間投票によって、自身初のオールスター選出となった。最終的には148試合に出場し、打率266.23本塁打、76打点だった。2017年は昨年まで最悪手だった、クリスチャン・イエリッチとポジションをスイッチするかのように、 左翼へコンバートされると開幕から好調で4月16日には自身初となるプレイヤーオブザウィークに獲得した。2年連続でオールスターに選出された。後半戦も調子は落ちず9月14日にもプレイヤーオブザウィークを獲得した。159試合に出場し打率312、37本塁が124打点と すべての項目でキャリアハイを記録し、自身初となる3割30本類が100打点を達成した。オフに自身初となるシルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞をダブル受賞した。2017年12月14日にマグネウリス、シエラ、サンディアルカンタラ、ザック、ガレン、ダニエルカスタノとのトレードでセントルイスカージナルズへ移籍した。 2018年6月2日のピッツバーグパイレーツ戦で通算105本塁打に到達。6月17日に週間 MVP を獲得した。7月30日のコロラドロッキーズ戦では自身初のサヨナラ本塁打を放った。最終成績は148試合に出場して打率。280、23本塁打、88打点、3盗塁を記録した。 セントルイスカージナルス時代2019年は6月下旬に指の骨折で故障者リスト入りして1ヶ月以上離脱した。最終的に130試合の出場で打率24129本塁打89打点12盗塁を記録した。チームが地区優勝したことで初めてポストシーズンに出場し NLDS 第4戦では2本塁打を放った。 オフに FA となった。2020年1月21日にアトランタブレーブスと1800万ドルの単年契約を結んだ。背番号は20。新型コロナウイルス感染拡大の影響で短縮された全60試合に出場。ナリーグでは史上初の指名打者制が導入され65、65%に当たる39試合に指名打者として出場。 外野の守備についたのは、左翼19試合、右翼2試合だけだったが、フレディ・フリーマンと共に強力打線を牽引し、リーグ最多の18本塁打、&56 打点を記録しただけでなく、打率。338、出塁率。431、超打率。636はいずれも、自己ベストを更新した。指名打者として出場した十九試合では、打率。 362、14本塁打、40打点を記録。ネルソン・クルーズ、フラン・ミルレース、ミゲル・カブレラなど、他の指名打者の数字を大きく上回る活躍で、2度目のシルバースラッガー賞を受賞し、ナリーグ史上初の指名打者部門での受賞者となった。MVP 投票では、自己最高の6位にランクインし、その年のベストメンバーを決めるオール MLB チームでは、 指名打者として、ファーストチームに選出され、さらに12月11日には、エドガー・マルティネス賞を受賞した。こちらもナリーグ史上初の受賞者となった。オフに、FA となったが、2021年2月5日に、ブレーブスと4年総額6500万ドルで再契約した。オプションとして2025年は、球団側が選択権を所持する。打撃面では、 超打力が持ち味。そのパワーは、モンスターパワーと評される。パワーは広角に飛距離を出すレベルを誇り、満塁の場面にも強い。強権が持ち味であり、バズーカアームと評されるほどの実力を備える。2017年オフに MLB.com のアナリストで、あるマイク・ペトリエロが、オズーナは MLB 最高の左翼手だと述べた。その理由として、 平均91マイルパワーの強権を上げている。テンプレートナショナルリーグシルバースラッガー賞。ありがとうございます。